こんにちは。武蔵野市議会議員をしています。内山さと子と申します。今回の参議院議員選挙、東京選挙区は山本太郎さん。比例は令和新選組。ぜひ応援していただきたいと思います。理由は3つです。1つ目、3年前の参議院議員選挙特定枠で、木村さんと船子さんというお二人が国政に送られました。政治の場に届かない声を届けるために、当事者が参加していく。とても大切なことです。今回も特定枠で、天畠大輔さんが立候補しています。私と同じ武蔵野市民で、明るくてとてもチャーミングな方です。ぜひ活躍してもらいたい人です。二つ目です。令和新選組のスタッフやボランティアをしている方々、20代から40代の若い方が多いですが、とても純粋で、そして真剣で、ひたむきに政治を自分ごととして取り組んでいます。そのひたむきな姿に心を打たれました。こうしたみんなの声をしっかりと政治の場に届ける令和新選組、頑張ってもらいたいです。そして3つ目です。ここまで来たら、こいつしかいない。山本太郎さんが時の政権に鋭い質問で切り込んで、みんなに新しい政治の姿を見せてくれました。そして生活困窮者支援の現場では、ボランティアとして炊き出しに勤しむ姿があります。ここまで来たら山本太郎と令和新選組しかいません。どうぞ皆さん一緒に新しい誰も見たことのない政治を開いていきませんか？どうぞよろしくお願いします。